日置発は、日本の男性総合格闘家。愛知県名古屋市出身。アライブ所族。第3代 SRC フェザー級王者。第9代シュート世界フェザー級王者。第4代 TKO 世界フェザー級王者。ニックネームは、シュートの子。由来は、シュートが誕生したのと同じ年に生まれたから。打、投げ、曲と、すべてにおいて高いレベルを誇る。中学時代に、 ブラジリアン柔術をはじめ、15歳から、シュートの練習を始めた。2001年9月24日、第8回全日本アマチュアシュート選手権、大会ライト級に出場し、3位となった。2002年10月6日、プロシュートデビュー。2006年5月5日、カナダで開催された、TKO 世界フェザー級タイトルマッチでマーク、ホーミニックに挑戦し、 に r に三角締めで見込み一本勝ちを収め、王座獲得に成功した。2006年8月26日、プライド初参戦となったプライド武士同、その12体で、ジェフ・カランと対戦し、3から0の判定勝ち。しかし、試合後には、シュートに戻りたいと語った。2007年2月9日、TKO28 の世界フェザー級タイトルマッチでマーク、ホーミニックと、 再戦し、2から0の判定勝ちを収め初防衛に成功した。試合後には、ジョルジュ・サンピエールから祝福された。2007年11月25日、地元、名古屋で開催されたヒート5で、ブライアン・ゲラティと対戦し、判定勝ち。2008年10月3日、TKO35 の世界フェザー級タイトルマッチで、ティエリー・クイーンビルと対戦し、 三角締めで一本勝ちを収め二度目の王座防衛に成功した。2008年11月29日、シュートで佐藤ルミナと対戦し、マウントパンチで TKO 勝ち。2009年3月20日、戦局初参戦となった戦局第七陣のフェザー級グランプリ一回戦でクリスマニュエルと対戦し、腕ひしぎ三角固めで一本勝ちを収めた。 2009年5月2日、戦局第8人のフェザー級グランプリ2回戦で、ロニー、牛若と対戦し、三角締めで一本勝ちを収めた。2009年8月2日、戦局第9人のフェザー級グランプリ、準決勝で、金原正則と対戦し、判定勝ちを収めた。しかし、頭部へのダメージなどにより、ドクターストップがかかり、決勝進出ならず。 2009年11月7日、戦局第11人のフェザー級チャンピオンシップ挑戦者決定戦で、幻の決勝戦の相手であった、尾身川道博と対戦し、ベストバート賞を受賞する熱戦を繰り広げたが1から2の判定負け。2010年5月30日、シュート世界ライト級チャンピオンシップで王者リオン部に挑戦し、2から1の 判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2010年8月22日、SRC14 でジェフ・ローソンと対戦し、三角締めで一本勝ちを収めた。2010年12月30日、戦局ソウル・オブ・ファイトで、SRC フェザー級王者マルロン・サンドロに挑戦し、3から0の判定勝ちを収め自身3つ目の王座獲得に成功した。 2011年4月29日、シュート伝承2011でコットック、世界バンタム級王者のドナルド・サンチェスと対戦し、三角締めで一本勝ちを収めた。2011年5月31日、シュート世界ライト級王座を返上。6月25日、SRC フェザー級王座を返上。2011年10月29日、UFC 初参戦となった。 UFC137 でジョージループと対戦し、2から1の判定勝ち。UFC 初戦を白星で飾った。2012年2月26日、日本で開催された UFC144 でバートパラゼウスキーと対戦し、3から0の判定勝ち。UFC に連勝となった。2012年6月22日、 UFC オン FX4 でリカルド・ラマスと対戦し、0から3の判定負け。UFC 初の敗戦となった。2013年1月26日、UFC オンフォックス6でクレイグイダと対戦し、1から2の判定負け。2013年8月28日、UFC ファイトナイト、コンディット VS キャンプマン2でダレン・エルキンスと対戦し、 0から3の判定負け。3連敗となった。2014年3月1日、UFC ファイトナイト、キム VS、ハサワエで、アイバンメンジバーと対戦し、3から0の判定勝ち。約2年不利の勝利を挙げた。2015年5月10日、UFC ファイトナイト、ミチッチ VS、ハントで、ダンフッカーと対戦し、ニアール KO を負け。 2016年1月31日、パンクラス初参戦となった、パンクレス275で、横山康則と対戦し、1R チョークスリーパーで一本勝ち。2017年3月1日、愛知県名古屋市に、スタート、ジャパン MMA、自由実フィットネスを開設した。2017年5月29日、パンクレス287で、田中半蔵と対戦し、 1RKO 負け。2017年10月8日、パンクレス290で、高谷博之と再戦し、1R にカウンターの右フックでダウンしたところにパウンドをもらい、レフェリーストップによる TKO 負け。2018年8月12日、大臣12で朝倉未来と対戦し、1R にハイキックでダウンを奪われ、パウンドで TKO 負けを喫した。 ありがとうございます。